皆さんこんにちは。メンタルエステスクール代表の斉藤幸男です。今日はメンタルセラピストの養成コース、プロコースについてお話しさせていただきたいと思います。まず最初に自分の生まれた意味役割、ね、何のために生まれてきたんだろうって、知りたい方も多いと思いますが、まずそんなことが自分にとっての軸とか芯になっていきます。まず自分自身を知るっていうことが大事なことなので、そこから始めたいと思ってます。それが済みまして、ホリスティック、体と心はつながっている、一つの、お顔のシミなんかも心の反射、感情の反射と言われたりしてるんですね。ここではプロコースではセッションに役立つ情報を皆様にお伝えしております。その他に行動であるとか言霊であるとか、あとオーラとチャクラであるとか、あとは思考ですね、考え方とか、まず自分自身を知ってもらいながらクライアントさんの状況も確認できるような、覚えてっていただけるような形で授業を進めさせていただいております。ご興味のある方はメンタルエステスクールまでお問い合わせください。斉藤幸男でした。